それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は4の n 乗引く1は3の倍数になるということを、証明していきたいと思います。まあ、きちんとした答案を書くというよりは、まあ、こんな風に考えれば3の倍数だって分かりますよねということを説明していければなというふうに思っています。まあ、こういう時にですね、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、まず、まあ、はじめに N は自然数だというふうに書いてあるので、まあ、確かめてみるっていうのは、まあ、重要なことなのかなって思うんですね。N が1ならば、まあ、4の1乗マイナス1ということで3ですね。N が2であれば、まあ、4の2乗マイナス1ということで15。N が3であれば、まあ、4の3乗64-1ですから63ということで、まあ、なんとなくこんな風に3の倍数になっていそうだなということがわかります。まあ、こういうのが示していけると、まあ、よくある、まあ、高校生の証明方法で言えば、まあ、数学的機能法というやつなんかを使っても説明ができるんじゃないかと思うんですけれども、今回は数学的機能法ではない方法で説明をしていきたいと思います。はじめにちょっと3の倍数ということについて考え直してみたいと思います。まあ、3の倍数ってどういうふうに数の中で登場するのかなってことなんですけど、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 とまあ数字を書いてみてですね、これ、3の倍数にちょっと印をつけていくと、まあ、3,6,9 というふうになるわけですけど、これ、まあ、こういう言い方をすると当たり前っぽく感じてしまうかもしれないんですけど、3の倍数ってこういうことになってるんですね。3つの、まあ、連続した数、こういうものを考えるとですね、必ず1つ3の倍数を含んでいる。こういうことがわかるわけです。まあ、1,2,3 って取ったら3ですし、2,3,4 って取れば3ですし、3,4,5って取れば、まあ、3ですしってことで、まあ、3つ連続した数を取るとですね、3の倍数を必ず1つ含んでるということが、まあ、1つわかるわけですね。じゃあこれを踏まえていくとどうなるかというと、4の n 乗マイナス1というのをちょっと変形すると、2の2乗の n 乗引く1というふうに見ることができます。そうすると2の 2n 乗引く1となるので、これは2の n 乗の2乗が引く1、こんなふうに式が変形できます。こうすると後ろの1を2乗って見てあげればですね、2乗引く2乗なんで和と差の積の形で表すことができます。2の n 乗マイナス1かける2の n 乗プラス1というふうに変形することができるんですね。で、この2の n 乗マイナス1かける2の n 乗プラス1ってどういうことかということを次に考えていくわけです。2の n 乗マイナス1、2の n 乗、2の n 乗プラス1というふうに考えると、この3つの数っていうのは3つの連続した数なんですね。もうなんかこれを書いたことで、あーって分かってしまった方もいるかもしれませんが、
2の n 乗マイナス1、2の n 乗、2の n 乗プラス1は連続した3つの整数、まあ自然数というふうに言ってもいいでしょうというふうになるわけです。ということはどういうことかというと、この3つの数の中には必ず3の倍数を含んでいるわけですよね。なんですけど、2の n 乗っていうのは偶数じゃないですか。なのでこれは3の倍数ではないんですよね。まあ偶数だから3の倍数ではないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけど、まあ2の n 乗っていうのは少なくとも3の倍数ではないっていうことがわかるわけです。そうすると2の n 乗マイナス1または2の n 乗プラス1、このどちらかっていうのが3の倍数だということが言えるわけですね。まあ、連続した3つの数っていうのは必ず3の倍数を含んでいるので、真ん中の2の n 乗がまあ3の倍数ではないならば、これは、前の数か後ろの数かどちらかが3の倍数だということがわかるわけです。じゃあそれぞれが3の倍数の場合というのをちょっと場合分けしていけばいいですかね。2の n 乗マイナス1がまあ 3m みたいな、まあ3の倍数の場合っていうのを考えると、2の n 乗プラス1っていうのは、まあこれに2を足したものですから 3m プラス2ということになりますよね。そうすると元の4の n 乗マイナス1っていうのは 3m かけることの 3m プラス2。というふうになりますから、これ3の倍数だということがわかりますね。まあ、ここまで来るともう場合分けしなくても、ああ分かった分かったってなってしまう人がほとんどだと思いますけれども、もう一つの場合ちょっと丁寧に書いておくと、2の n 乗プラス1の方がまあ 3m みたいな、ね、3の倍数になっていると考えると、ここから2を引いたものですから 3m-2 っていうふうに2の n 乗マイナス1がなります。そうすると4の n 乗マイナス1っていうのが 3m×3m-2 なんで、やっぱりこれ3の倍数になりますよねっていうことが言えるわけです。でこれで全部の場合が網羅されてますから、したがって4の n 乗マイナス1は3の倍数ということがわかるわけです。なかなかすっきり説明ができているんじゃないかなというふうに思います。この問題ですね、おそらく本来は数学的機能法で解く問題だったんじゃないかなって思うんですけど、まあ今回はちょっと趣向を変えて演繹的にこんな風に解いてみました。数学的機能法でもぜひ考えてみてください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。